はい、こんにちは。今回はですね、久方ぶりに、このパソコンは買いなのか的な、動画を撮りたいと思います。はっきり言って詳細が超不明でございまして、でただ見た目がいいので、もしかしたら高いやつじゃねえと思って購入した、そんなジャケ買い的なパソコンでございます。1万800円で購入しています。はい、早速なんですけども、こちらのケースですね、表のデザインと、あとまあ、この上のところにね、M5 って書かれてるんですけども、ここから推測してですね、サーマルテイク、M5 ですかね、サーマルテイクっていうものかわからないんですけど、になると思います。全然違ったらごめんなさい。後でゆっくり調べて、ちゃんと字に起こしておきます。M5 っていうモデルでございまして、基本なものはですね、3.5 インチ米が2個、で 5.25 インチ米が4つ、で高さ、幅高さ、奥行きについては190、431、488でございます。で重量は 6.15 ということで、まあ、プラスチッキーなんでね、その分、軽い状態になっております。はい、まず正面ですね。正面なんですけど、まず一番上にですね、メーカーわかりませんが、マルチのレコーダーが入っています。その他は、ブランクですね。何も入っていません。このパソコンはですね、向かって、ここのラインに、ここのエッジの部分に、電源、ちょっとビッピンボケで申し訳ない。ちょっと奥が明るすぎてこうなっちゃうんです。電源、リセット、で、ホーム、ですね、ハードディスクの、読み込みのランプ、で、ここの部分にですね、USB が、2個と、マイクとスピーカーがありますよといった感じでございます。はい。で、こちら横面ですね。ちょっとちゃんと横から、ね、お見せできないのが残念なんですけど、結構大きな開口のアクリルが入っています。まあ、アクリルというよりは、そんなに分厚くない素材ですね。ただ透明なだけの素材な感じがします。でそこそこ大きめのハニカムっていうんですかね。この六角形の、パンチというか穴がですね、それぞれ隅の方にあって、ちょうど X っていう字に、なんたらジャパンの X みたいな感じの、デザインになるような、形で配置されています。で、このアクリルのところに、で、ここのアクリルのところですね、読み方合ってるかわかりませんが、サーマルテイク、クールオールユアライフということでね、まさに夏の僕たちにぴったりの言葉がありますね。涼しくしてくれほしいですね。はい。次、背面ですね。背面なんですけれども、まずここにですね、マザーボードの、入出力がございまして、まず PS ですね。PS はマウスとキーボードが分かれているタイプになります。USB の 3.0 が2つ。で、オプティカルで、で、これが SPDIF アウト。うん、よくわからない。がついてる。で、2.0 が2つ。で、LAN ポート。で、1394がある。で、USB2.0 がまた2つ。で、同じく、いつも僕がこれを言った後に、違うよって言ってもらえる、まさかの LAN ポート2個目。違うんでしょうね。どっちかがどっちかなんでしょうね。うん。んで、入出力の部分。っていう形です。で、このあたりがですね、ぶち込んでるとこなんですけども、入ってるのはここだけです。MSI のグラボが刺さってます。これ後でね、何なのかなっていうのをみんなで見ましょう。多分、あれですね、HDMI と、よいしょ。HDMI と、DVI でしたっけ ?DVI が2つですね。で、他の部分はないですよと。あと一番下は電源になっています。はい。ということでね、ちょうどいい感じでね、上のファンのところから明かりが入って大変見やすい絵になっていると思います。これが一応開けた状態でございまして、まず一つ目、これが CPU クーラーですね。これはサイズのが、ロゴが入っているんで、サイズ製のものだと思います。で、マザーボードがですね、はい。マザーボードはですね、ASUS の P6X58D プレミアムというものになっているみたいです。で、これ自体は2010年の1月発売でございまして、結構古いみたいなんですけど、当時で、
ハイエンドマザーボードということで紹介されてますね。X5 チップセット採用の i7 CPU 対応。で、DDR は21600、1333、1066に対応。いう風な形でね、ずらずら書かれています。何がすごいのかっていうのはちょっと僕には、理解ができないんですけども、まあ、いろいろ書いてますね。3.0 すごいんだよ、みたいなこととか。いろいろ書いてます。電源回路の出力を制御する EPU チップが入ってるとか、メモリの相性の問題を解決するメモ OK、MEMOK 機能とかね、なんか基盤をヒートシンクにするスタッククール3プラス技術とかね、なんかいっぱい書いてます。ちょっと僕にはわからないんですけど、一応スロー電力、静音とかふむふむ書いているので、まあそれはちょっとまたあれだったら調べてみてください。結構高かったもんみたいですね。価格 .com とかでもそれなりのレビューを皆さんいっぱい書いてくれてます。まあまあいいように書いてくれてますね。はい、続いてグラボですね。N460GTX ホークですかね。こちらは2010年9月発売で、GDDR5 の 1GB 仕様。っていう形になってるみたいです。モニターは DVI が2つに HDMI 1つということで、合ってたんですかね。うん。そんな感じだと思います。で、多分似てるなぁと思ったんですけど、前僕この MSI の同じようなやつ持ってましたね。あれのかなり評価というか、まあ性能が低い、モデルになるみたいですね。はい。まあ、ドライブを外さなくていいでしょう。で、メモリはね、ないんです。メモリが1枚も刺さってません。で、ストレージもね、一つもないので、まあそんな感じでございます。あとはですね、お待ちかねの CPU が何刺さってんのかっていうところですね。早速、まあ動作確認を含めてやってみたいと思います。はい、ではね、やっと準備が整ったので、電源を入れていきたいと思います。はい、一応問題なくですね、BIOS が動きましたね。ちょっといろいろと先に変えていこう。一応 CPU 等の画面が出ました。 CPU はですね i7 の CPU920 ということで、2.66GHz になります。私のメイン PC の1世代前なのかな、ちょっとよくわかんないですけど、3桁ってあんまりそのどうだかなみたいなことを言う方いっぱいいらっしゃると思うんで、多分性能落ちると思うんですね。4桁よりちょっとわかんないんですけど、そんな感じでございます。まあじゃないんですか。 i7 ってことはいいんじゃないんですか、ダメなんですか、わかんないんですけど、そんな感じです。で、メモリの方をしっかりさせているので、一応メモリの方も先ほど見たらちゃんと認識はしてくれてました。で、私のメイン PC の、で、昔、メイン PC のデータが入った SSD を一時的に抜いてきたんで、それで一回ちょっと起動をしてみようかな。はい、ということでね、一応動作で、Windows が立ち上がってます。ちょっと不安定なんですよね。不安定な理由はちょっといまいちよくわかんないんですけど、多分ね、この SSD 自体は取り外すまで普通に使えてたんで、そっちに問題はきっとないと思うんですよ。で、かといってメモリも前使えてたんで、相性がメモリと悪いのか、それともこのマザーボードと CPU がいってんのかわかんないんですけど、ちょっとね、かなり不安定な状況ではあります。ただでもまあ問題なく920、267GHz という8GB というのでね、できております。で、インターネットも使えまして、普通にダウンロード等とか、まあ YouTube の再生も問題なかったですね。はい。で、あとは、まあどんな、このグラボがね、大したことないんであれなんですけど、最近ちょっと練習中のね、マインクラフトがどんな感じで動くのかっていうのをやって終わりましょう。かなり古いパソコンなんで、どうなんですかね。
はい、今、はい、最後はですね、今練習中のマインクラフトを試しにこれで起動させてみたらどうなのかなっていうのだけ撮っとこうかなと思います。文字がいっぱいあって見にくいですね。いかがでございますか。こんなんで大体わかるんですか。どんな感じなのか分かっていただけるんですかね。ちょっとわかんないんですけど、まあ、こんな感じで、ね動いてくれています。お猿さんマインクラフトってすんごい難しいですよね。なんかもう少し簡単にできるのかなと思ってたんですけど、うわあ、この何でしたっけ、あの爆発する方たちいるじゃないですか、緑色のね。あの人たちからどうやって逃れたらいいのか未だに分かんないんですよ。そのなんかヒット&アウェイ的な感じでこう避けてけみたいなこと書いてるんですけど、いや避けれんだろうみたいなね、全然こんなんじゃ避けれんだろうみたいな感じなんですよ。僕からしたらいつも逃げ、なんとかこうなんとかバックステップですか、バックしようと思うんですけど、バックした先がちょうど例えば敵がいたとか何かがあってバックできなかったとか、もうそんなことの繰り返しでね、もうこの何でしたっけ、あの松明ね、松明くんって書いてた松明ね、これもね、これ作るのも相当苦労したんですよ。今は実はベッド作るのにすごい苦労してて、ちょっとその辺をね、なんとかものにしたいなと思ってやっています。もう全然余談なんですけど、そんな感じでございます。まあ、以上でね、一応こちらのパソコンの動作の確認を終わりたいなと思います。パソコンはね、全然普通に動いたし、まあ、こんな感じでクラッシュするんですよ。多分何かがないからなんでしょうけど、まあ、これでもこれでやるつもりないから別にここはこんなクラッシュしてもどうでもいいんですけどね。あの E ボタンを押したらクラッシュしました。そんな感じです。はい、ということで今回はですね、こちらの、こちらのってもう見えてないんですけど、ジャンク PC の、ご紹介でした。まあ、1万円でね購入したということで、ちょっとね価値がいまいちちょっと分かりにくいんですけど、あのまあざっゆっくり見た感じだとイーブンぐらいじゃないのかなと僕は、勝手に評価しています。皆さんはどんな風に映ったでしょうか。ちょっとね安定してないところも多々あるので、どこかしらは多分修正しないと使えないのかなと思いますね。でメイン PC もあるし、ソニーのノートももう復調してくれたし、まあ、SSD 載せたんでね、あのもう全然使えるパソコンになったし、まあ、その2台と、まあ、あの、MacBook Air があれば基本的に事足りるんですけど、まあ、これは一応置いとこうかな。これはちょっと一式置いといて、まあ、もしも何かあった時に使うか、あの、お金がなくなった時の、誰かに売ってですね、資金源にするか、いう形でね、置いとこうかなと思います。はい、以上でこちらの動画は、終わりとなります。面白かったらすごく嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いします。失礼します。